はい、シロアムのアクスでございます。新たにこうライブ用に新しいギターを買いました。フェンダージャパンのですね、TL69 ってやつだったかな。ちょっとこの花柄なんですけども、そのちょっとパンツみたいだっていう話もありますけども、ちょっとねこうレトロな60年代風のイメージがいいかなと思ってちょっと買っちゃったんですけど、今までねこっちのダイレクトのねほとんどのライブで使ってきたんですけども、なかなかちょっとゲリラライブやるようになったらもうブリッジの部分とかねこう湿度やなんかでかなり悪条件でこうビビっちゃったりいろいろしちゃったもんですから、もう少しね安定感のある耐久性のいいギターが欲しいなと思って買っちゃいました。あまりね高いギターじゃないんですけど、でいろいろ調整しましてバッチリ使えるようになりました。このね、例えばクリアめの音とこんな感じでこのままこれ歪ませるとアップしただけです。リードピック。ではですね、次に、ちょっと実践的にOK みたいなのを流しながらちょっと弾いてみたいと思います。どんな音かなってことで、はい、はい、次はですね、ちょっと実践的な雰囲気でこんな音ですみたいな感じでOK を使ってギターを弾いてみたいと思います。はい。ませんけど、まあ、こんな感じの、雰囲気でございます。で次に実践でね、我々がバンドで使うときには実は 0.5 ワットのアンプで使おうと思ってます。そのアンプで出したときはこんな感じということで次に紹介します。はい、はい、私たちが、ライブで使ってるのはこんなアンプなんですけども、 0.5 ワットのアンプでやってるもんですから、でなんでそんなアンプでやってるのかなというとですね、こう公園の中だとかそういう中でちっちゃな音でライブやってるんですけども、そんな公園の中に似合うようなギターってないかなっていう部分で、ダイレクトで以外で似合うギター何かないかなと思って探したらこのギターがあったわけなんですけど、この花柄っていうのがねやっぱりいいかなと思いまして、こうそうね、こう60年代のこうちょっとサイケな感じ、そのサイケな感じがなんか自然に即してるっていうんですかね。でバスッとの木でできてて、僕はどっちかというとバスッとあまり得意じゃないんですけど、でもこのアンプで使う分にはかえってその方がすごい良かったかなって感じですね。
変ね、買って、金額的にはいくらっけな、6万7千だったかな。で、まあ、左利きって、私左利きなんですけど、左利きだとなかなかこういうギターってこう巡り合うことがあんまりないんでね、その、あんまりお金がない時なんですけど、買っちゃえって買ってね、ああ、よかったかな、みたいに思ってます。で、本当は、もともと僕はテレキャスターが、好きなんですけども、またそのうち紹介しようかなと思ってますけど、このギター、このギターが僕のメインというか、25年も使い続けてるギターです。フェンダーって書いてありますが、フェンダーじゃないです。ESP です。そんなわけで、今日はこんなところで。はい。